はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根翔です。今回もですね、弊社とご契約していただいている、大手宅配担当の、森さんにインタビューいたします。森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、この YouTube をご覧になっている方へちょっとおすすめのポイントをですね、はい、お話ししていただけますか。はい、私がそうであったように、うん、まあ、私は時間の有効活用がしたかったのでこう選んだわけですけども、他にも、いろんな自分のそのライフスタイルであったりとか、うん、欲しいものっていうか要求が、うん、自分で選べてそのスタイルに合ったあの仕事があると思いますので、うん、それをあの上手にうまく使え組み合わせて、仕事できるだと思います。なるほど、いろいろと組み合わせが可能ということですね。はい、それによってその自分の、大切なというか、そうですね、有意義な時間を過ごせると、はい、いうことですかね。はい、はい、ありがとうございました。ということで、インタビューまだ続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。